困っている人に謙譲語で声をかけてみましょう。文頭に、よろしかったらとつけて言ってみましょう。よろしかったら持ちます。なんて声かけましょう。持ちます。よろしかったらお持ちしましょうか。はい、正解です。はい、よろしかったらお持ちしましょうか。はい、お待ちしましょうか。よろしかったらお持ちしましょうか。よろしかったらお持ちしましょうか。はい、2つ目、手伝います。よろしかったらお手伝いしましょうか。正解です。よろしかったらお手伝いしましょうか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 。はい、3つ目、説明します。よろしかったらご説明しましょうか。正解です。よろしかったらご説明しましょうか。ご説明しましょうか。よろしかったらご説明しましょうか。よろしかったらご説明しましょうか。よろしかったらご説明しましょうか。はい、4番、貸します。お貸しします。します。今お貸しします。あ、お貸ししましょうか。はい聞いてるのでね。よろしかったら私のをお貸ししましょうか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 。5番、生き方を教えます。はい、生き方を教えしましょうか。あ、お教えです。お教え、お教え、お教え、はい、生き方をお教えしましょうか。はい、よろしかったら生き方をお教えしましょうか。よろしかったら生き方をお教えしましょうか。はい、6番、車で送ります。車で お送りしましょうか。はい、いいですね。よろしかったら車でお送りしましょうか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 。はい、OK です。では今日のモデル会話に行きたいと思います。